皆さんこんばんは、ボイスアトラスの時間がやってまいりました。本日は、山口敏太郎の代わりに私アイムがインタビューをさせていただきます。本日のお客様は、藤山 F さんです。はい、藤山さんよろしくお願いします。はい、藤山 F と申します。よろしくお願いいたします。はい、なんか緊張しているようですね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。そうですね、リラックスしていろいろとね、はい、答えていただきましょう。はい、はい、藤山 F さんはね、私この間の秋山会談会で初めてお会いしまして、でその前はね、写真だけ拝見して女性だと思ってたんですけれども。はい。そうなんです。よく言われるんです。よく言われますか。はい。男性ですね。うん。そしたらじゃあ、藤山さんに自己紹介、まずお願いいたします。はい。埼玉怪談ベースリーダーの紫色担当、実体験怪談を話しております。藤山 F と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。この紫色担当というのは、何か、皆さんに色がなんか決められてるんですか？例えば。そうなんです。みんな、うん、はい。エスタさんは？エスタさんは、緑色担当になります。緑色、前髪の毛緑色だったな、そういえば。はい。そうなんです。はい、あとね、柴山彩子さんは？はい、柴山彩子さんに関してはですね、柴山彩子は、赤色のことなんですが、はい、ちょっともじりまして、はい、黄色って。あ、黄色ですね。はい。なるほど。担当ですね。担当ですね。はい、あとは、千六本さん。はい、千六本さんが青色担当になっております。青色担当。あ、なるほど。はい、なんか意味ありますか？色を決めている意味。あ、もうこれに関してはもう本当に自分の好きな色なんですけれども、はい。色を押し出すことによって、なんか、スーパー戦隊感が出るとか、はい。ゴレンジャーみたいな。はい。あとはですね、はい、推し活みたいな形で。推し活。はい。うん、ライブに来るときに青色のものを身につけてきてたら、はい、千六本ファンだなってわかるようにとかですね、そういうような、はい、意味も込めております。そしたらですね、その埼玉怪談ベースとかのイベントにお越しの際は、推しの人の色を、ね、なんか、うちわとか、なんか、鉢巻きとか、推しの人の色を身につけてきてほしいということなんですね。そうですね、はい。はい、わかりました。はい。あとですね、そうですね、藤山さんがですね、この怪談の世界に、怪談の世界というかね、まあ、オカルトとか怪奇現象の世界に入ったきっかけとかお聞きしましょうか。はい。もともとやっぱ小さい頃からそういうのは好きだったんですけども、うん、はい。小さい頃からですね、いろんなものが見えてたんですよね。人が見えないようなものとかがよく見えてまして。霊感が強いんですか？ちょっとそうですね、家系的にも、はい。父、母もそんな感じなんですけども、はい。まあそういうのがちょっとよく見えてたのもあって、はい。で、昔って本当にテレビとかでも怖いのがよくや、夏になると特番でやってたりとか、はい。もう毎週やってたりとかもあったかなと思うんですけど、はい。ああいうの見て、うわ、いつも見てんのと違くて怖い、楽しいっていうような状態だったんですよね。いつも見てるのと違う。いつも見ているこう、はい、幽霊みたいのとは違う表現の仕方をされていたっていうことですか？そうですね。あ、じゃあ、じゃあ、藤山さん、この間私とお会いしたときに、はい、私に何かついてるとか見えました？いや、そういうのは、全然勉強してるわけでもないですし、トレーニング積んでるわけでもないので、はい、人についてるとかっていうのは全く見えなくてですね、はい、よくその辺を歩いてる人ならざる者に出くわすような感じですね。ああ、そうなんですね。はい。なるほど。じゃあ、幽霊とか妖怪みたいなものが見える？はい。そうですね。よく見えます、ね。はい、なんか、面白いですね。私ね、全くそういうのが見えないので、逆にね、見てみたい気もあるんですよ。どんな感じかなと思って。はい、はい。じゃあ、どんな風に見えるか聞いていいですか？例えば、はい、幽霊？
と思われるものはどんな風に見えますか？はい、なんかいろいろなんですけど、普通に黒いシルエットのように見えたりとか、はい、白いシルエットに見えたりとか、まあ、あと色付きの、なんでしょうね、縁取りだけが色がついてるような、はい、人の形をしたものが浮かんでたりとか、はい、あとは普通に人間と間違えてブレーキ踏むこともあったりするんですけど、車運転しててブレーキ踏んだりとかすることもあるんですけども、はい、普通に人間っぽく見えるのも多くいらっしゃいますね。はい、なんかそれは、ちょっとね、紛らわしいですよね。そうですね。本物の人間と変わらないように見えてしまうものもいる。はい。そうなんです。それはね、本当に人間だと思ってブレーキ踏んでしまいますよね。そうなんですよね。はい。なるほど。で、それは、ね、ご家族も霊感が強いということですけれども、で、ご家族はね、そういった仕事とかに疲れてたりしますか？なんか、占いとか、霊能者とか、うん、全然なんです。普通の、自営業なんですよ、はい。あ、そうなんですね。はい。じゃあ、ね、なんか、遺伝的なもので、なんか、遡ると、おじいちゃん、おばあちゃんとかも、みんな霊感が強かったとか、そうですね。なんか、おばあちゃんはそういう、占いとかとはまた違うんですけど、こう、一家を導く人みたいな、なんて言うんでしょうね。すごいですね。はい、一家を導く。沖縄とかでいう、ユタさんとかみたいな感じの、なんか一家バージョンですね。ね、こうやってたりはしましたね、うん。すごいですね。それで、じゃあ商売にはしてないけど、こう、口コミとかで、なんか見てくださいとか頼まれたりしたんじゃないですか？あ、もしかしたらそうだったのかもしれないですね。もう亡くなってしまっていて、はい、実際真意はよくわからないんですけども、はい、なんかそういうことをやっていたっていうのは昔に聞いてますね。はい、ああ、そうですか、はい。じゃあやっぱりね、そういうのは血筋とかがね、大きく関係するんでしょうね。だから、私の血筋とかは全く霊感があるっていう人がいなかったものですから。あ、はい、そういうね、ことですよね。はい。で、あとですね、こう、なんか階段、はい、階段のイベントとかをね、主催、はい、主催してるんですか？はい、主催もしてますし。始めたのはね、はい、結構、昔から主催してたんですか？全然なんです。まだ、1年前ぐらいからになりまして。はい、1年前、あ、そういえば、なんか見ました、はい。1周年記念のイベントとか、なんかね、見たような気がしますね。はい、そうなんです。はい。まだ1周年しか経っていないんですけれども。はい。じゃあ、なんか、これからね、うん。はい。で、その1周年記念イベントがね、なんか7月の後半の方じゃなかったですか？そうなんです。1周年記念がですね、はい、ちょっと6月に結成を、埼玉階段ベースが6月結成でして、はい、で、そこから初イベントを行ったのが7月だったので、はい、まあ、6、7、8で埼玉県内をぐるぐると回っていこうというような企画で今動いてて、はい、半分はもう終わってしまったんですけれども、はい、後半が、はい、7月の27日の土曜日ですね。7月27日の土曜日。はい、で、私、これもね、チラッと見たんですけれども、春日部でやりますよね。はい、そうなんです、春日部なんです。春日部というのは、いつもの、ベースよりもちょっと都会ですか？もう全然そうですね。都会ですね。都会ですよね。はい。だから、いつもね、やられている場所がなんかね、すごく、こう、交通的に遠そうだなと思ったんですけれども。そうなんですよ。はい。そうですね。だから、春日部の会場だったら、割と行きやすいのかなと思いまして。はい。はい。そうですね。駅からも、普段、うん、定期ライブやらせてもらってるところは、駅からだと、徒歩1時間ぐらい歩かなきゃいけない。ちょっと待って。徒歩1時間はい。それはなんでも、ほぼ車で来てくださいっていうような状態なんですけど。そうですね。車とか、はい、あとね、バスがあればと思うんですけれども、そうですね。なんか街の、うん、
循環バスっていうかみたいなのも一応あるので、はいはい、それで来ることも可能なんですけど。ああ、じゃあね、なかなか車を持ってない身としては、ちょっと行くの大変ですね。そうですよね、はい。だから、送迎バスかなんかあったら、喜んで行っちゃいますけど。確かにそうですね。普段はメンバーが、うん、はい、駅まで来てくれた人には送迎しますよっていうようなイベントにもなってるんですけど。そうなんですね。はい。じゃあなんか今度ね、伺いますよ。ああ、ありがとうございます。でも電車も1時間に1本ぐらいしか来ないようなすごい田舎の無人の駅でございます。無人の駅なんですか？はい。いやー、ちょっと大変だ、それは。はい。1時間に。はい、1時間に1本で、あと終電も早かったりするんですか？終電も早かったりしますね。うわ、ちょっとね、大変だな、行くのが、と、ね、思いましたね。ですからね、ちょっと興味がある方は、その春日部のイベントにね、お越しいただいたらっていう感じですね。そうですね。うん、あと8月の31日には、一応、はい、埼玉市の方でやるのも決まってはいますので。埼玉市ですね。はい。はい。なるほど。で、まだ解禁してないんですけど、情報。はい。あ、こちらはですね、はい、メンバーの皆さんが埼玉県在住の方ですか？エスタさんだけ流れ者の気がしますが。そうなんです。一応、そうなんですよね。みんな、おそらく流れ者なんですけれども。はい、みんな流れ者ですか？はい、みんな流れ者で、誰も埼玉県で生まれてないんですが。生まれてないんですね。はい。で、一応埼玉に住んでる？みんな埼玉県に住んでて、うん、はい、それも、都会の方の埼玉じゃなくて、ちょっと田舎寄りの山とかがあるような方に住んでるメンバーだったので、はいはい、こう手を取り合って、はい、そういう方から階段を発信していこうっていう、はい、こういう文化もあるんだよっていうことも知ってもらいながらっていうのを活動しております。なるほど、はい。それもいいですよね。田舎の方から攻めていくと。いうのも。そうですね。ね。はい。そう、まあ、誰しも最初はもう無名ですから、そこから有名になっていってもらえればと思いますよ。はい。はい。そうですね。あと何かお話ししたいこととかはありますかね？そうですね。先ほどの、うん、自己紹介の時もそうだったんですけど、このオカルト好きだったっていうのはそうなんですけど、はい、階段話し始めたきっかけがですね、はい、まあこう見えたものとかを友達とか、最初は親とかにも話してたんですけど、はい。まあ親同士だとただの情報交換で、うん、あそこの道路に人立ってたね、みたいな感じになるんですけど、はい。それを、まあ友達とかに話しても全然、いや、いないけど、うん、いや、見たことないけど、みたいな感じで、こう、はい、受け入れられなかったのが、はい。いや、また嘘言って、みたいになってたのが、こう、階段っていう、ものがあることを知ってからですね。はい。それで話せば、こう、エンターテイメントとして聞き手もいて、うん、話す側もいてっていうのが成立するんだなっていうところで、はい。この階段話す側に回らせてもらったなというところですね。なるほど。そうですよね、はい。なんか自分に見えないものをね、人が、なんかあそこに人が立ってるとか言われても、はい。なんかそれ幻だろうとか思っちゃったり。そうですよね。そうなんですよ。で、私はね、割とね、見えないけど、そういうものがあると信じてた方なので、はい、そうですね。あと、アトラスラジオを聞いている方でしたら、全然そういうのが見えても、あ、見えるんだって、っていう感じで、全然頭がおかしいとか思わないので、うん、大丈夫なんですよ。はい、うん。だからね、他の人に話したらちょっと変人扱いされそうなことでも、アトラスラジオで、なんか投稿とかがあると、ああ、そういうこともあるんだなとか、ね、なんか、あ、円盤が飛んでたんだなとか、いろいろとね、納得していただけるので、ね、良かったですね、それは。そうですね。この界隈に、はい、巡り合えてよかった。この界隈、そうですよね。はい。はい。そう。あとはですね、はい、あなたの知らない世界とか、なんか昔ね、はい、そういうのやってたと思うんですよ。はい。で、そういうドラマとか、こう、幽霊が出てくるドラマを見て、自分が見ているものと違うな、はい、と。思ったというのは、はい、やっぱりこう、何、はい、ですかね、人の姿で現れてくるものと、はい、自分がこの輪郭だけ見えるものと、は
なんか違うなとか、はい、そんな感じで見てたんでしょうか。そうですね。あの、再現 VTR みたいな感じのやつは、やっぱり、こう、はい、なんでしょうね。音とかも入ってたりとか、はい、BGM みたいな音だったり、こう、効果音でびっくりするような作りになってたりすると思うんですけど、はい、やっぱリアルだとそういう音とかもないんで、はい、あ、そうですよね。はい、BGM 入ってますもんね。で、なんか、怖がらせようとするような、なんか、ちゃん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 とかなんかね、入ってたり。そうですね。そうですね。なるほど。普段はもう本当にあの、祖父母とかは、はい、あの、お店やってて、はい、お客さんとかが普通に来てたんですけど、はい、その、お客さんとしか、おばあちゃん、おじいちゃんを話してないのに、横にいるちっちゃい子供誰だろうな、みたいな風に普通に見てたり、挨拶したり、はい、あなた誰に挨拶してんのって言われたりがあったんですけど、はい、そう普通、なんかその普通の感覚だったはずなのが、テレビを通すと、はい、あ、怖いってなるんで、なんかいつもの見てるのと違くて、はい、怖いけどなんかそれが楽しいになってましたね。なるほどね。はい。はい、いや、じゃあ今度なんかね、事務所とかにね、お越しいただいたら何か見えるかもしれませんよね。はい、もしかしたらそうですね。いや、なんか、何かいるかもしれないですね。楽しみですね。本当に私、何にも見えないので、あ、全然もうね、怖いとかそういうのないんですよね。それで平気で働いていられるんですけれども、はい、ね、やっぱり、ここのあの今のスタジオとかもね、なんか気持ち悪いっておっしゃる方もいらっしゃいますし、はい、で結構今ね、なんかお祓いみたいなお香を焚いてたりとか、いろいろ結界を張ったりとかしてるので、だいぶ前よりはね良くなったとは思うんですけれども、はい、ね、なんか面白いですね。なんか見えたものを絵に描いてもらったりとかしたら、すごい面白いと思うんですよ。あの絵を描くのは得意なんですか？そこまで得意ではないんですけどね。はい。ですからね、あの、見えた幽霊の姿とか、あの、妖怪の姿が見えたら、はい、ちょっとその絵に描いてもらうのも面白いなぁと思いますね。はい。はい。そうですね。そうやってみたいですね。そう。そう、ぜひ、そうで、ね、この、うん、この事務所は私がね、残業していると、ラップ音みたいのは聞こえるんですよ。で、まあ私、あの、忙しいんで、そんなもん構ってらんないよと思って、仕事を一生懸命やって気にしないんですけれども、なんか明らかにね、ネズミとかそういう音ではない音が聞こえたりはしますね。ああ、なんかいるんでしょうね。ぜひ、だから、うん、ぜひあの、ちょっと一回事務所に来て、見てもらうの面白いなと思います。そうですね。ぜひ、お願いします。はい、まあ、あのね、埼玉にね、あの、住んでらっしゃると、ここ千葉県なので、はい、まあ、遠いは遠いかなと思いますし。そうですね。ね、そうですね、はい。はい。ということでね、ちょっと前編はね、この辺にしようと思うんですけれども、そういえば、髪の毛がね、紫色だったなと思いまして、はい、うん、あれは自分のカラーということですか？そうなんです。もう紫色で、うん。あ、なるほど。私、だからあの、髪の毛、白髪になったら、そういう色にしようと思って。いいですよね。よくね、あの、おばあさんがなんか綺麗な紫色に髪の毛を染めているのを見て、はい、そんな感じかなと思いました。そうなんです。白髪になったから紫にしてるわけでは、ちょっと F に関してはないんですけど、うん、ないんですよね。だって、はい、今だとなんかね、あの、ブリーチしなきゃいけないじゃないですか。はい。でね、髪の毛が傷むしと思ったりしてね。そうですね。はい。いつも、はい。色入れてる。いつも、そう。髪型ですね。そうですね。はい。はい。あ、そうだね。ちょっとね、年も聞いておいても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。何十代ですか？30代なんですよ。あ、やっぱりとか言って、だいたいそのぐらいかなとはね、はい、思いましたけれどもね。はい。はい、そうなんです、うん。そういうことでね、じゃあ前編はですね、あの、自己紹介のようなことをお聞きしまして、今度ね、はい、後編はね、なんかちょっと怖い話とかしていただこうかなと思いまして、
で、あの、怪談王もね、始まっていますので、もう本当に怖い話はね、取っておかないとダメなんですけれども、なんか、こんなことがあったとか、あんなことがあったとか、なんかそういうものが見えたとか、そんなお話をちょっと後編で聞いていこうと思います。はい。はい。ではちょっと一旦、はい、切りますね。はい。はい。